福井を旅する福旅。はい、どうも福旅のミナーです。ミハルです。ナベちゃんです。お久しぶりでございます。お久しぶりです。はい、今日は私たち大学生なんですけどね、春休みに入りましたということでね、福井の嶺南の方に旅行行きたいと思います。イエーイ。でも嶺南って言っても分かんない人も多いと思うんですけど、こちらの方に行きたいと思います、はい、ということでね、まず最初の目的地はどこですか？赤レンガ倉庫です。福井県の敦賀にある赤レンガ倉庫の方に行きたいと思います。レッツゴー。あ、おしゃれやな、ポスター。なあ、おしゃれやな、この赤レンガっていう。そう、ジオラマもありますのでね、そのジオラマの方を見ていきたいと思います。こちらですね。よかった、入っていきましょう。はい、こんな感じです。一つ倉庫があって、あのこっちの前の方はこういう風におしゃれなお店が広がってるんですね。はい、ということでジオラマの部屋に入っていきたいと思います。でかい、すごい。なんと松尾場所なんです。あ、すごい。見ていきますか。しっかりと裏地をストックから見ていく感じ。あ、入ればいいんじゃない。入る。入ってきてよ、誰か。いけそう？お姉さんいけそう？靴脱いでよ。やば。買えるやん。なんか出てきたぞ。でっかいの出てきたぞ。ゴジラ出てきた、ゴジラ。ゴジラじゃね？ゴジラはひどいな。これ裏地のストックになっております。読め、生き物の名前が。あー、すごいね、しっかりとされてる。髪飾りあるからいいけど、貞子よいしょ、こういう結構狭いっすね。メイハラにはきついわ。じゃあ山中信号場見ていきましょうか。なんか遠足してるんか、こいつら。かわいい。うまい、うまいでね。来ました。え、これさっきそこに向かったやつと同じだよね。急行若狭28だよね。車にあったやつが動いてるから、ちょっと楽しい。グリーン車あるよ。そう、もともとグリーン車あるよ。グリーン車？写真撮っていいよね。ああ、写真撮影 OK だ。写真撮影して SNS に上げると、コツとしてはさ、ここのジオラマと同じ目線にして写真を撮ると本物っぽく撮れるんですよ。あそこの人になったつもりの目線で撮るっていう撮り方が、これまた面白い撮り方なのでね、ぜひ皆さんやってみてください。ね、中心違いです。あれ、そっち、あのバスがちょっとお気に入りない。あ、バスは絶対可愛いと思う。巻き込み注意しつつ、大谷を引き継ぐ。大谷を引き継ぐ、巻き込み注意。いいな、ね、あっちも行ってみようか。じゃあこっからだと、あの金ヶ崎もよく見えるし、船もよく見えるし、貴妃神宮もよく見えるし、そうだね、と街並みは今と全然違うと思うけど、だからここ来て回ったら面白いかもね。あとの間違い探しみたいな、うん、楽しそう。そうこっちの方行きたい。あ、夜から始まるかも。ここは昭和初期鶴見です。映像とジオラマが一緒に動くっていう、合わせて照明がいっぱいあるから綺麗ね。
で、こんな感じですっごい大きなジオラマがあって、鉄道ファンにはたまらないね。これを東方のね、ゴジラと一緒の人らが作ったって考えるとさすがです。ということで、さっきね、館長さんが言ってたウサギさんを探すのやってみたいと思います。毎月なんか、毎月ね、いろんなものを、ね、今月はウサギさんということなんで、だからぜひね、そういう企画あるんでやってみてください。ジブラさんにどうも見つけちゃったんで。こんな感じで、まあ、どっかにウサギさんがいるらしいので、そうね、一緒に探してくださいということで、うん、何もらえるか行ってみましょう。こんにちは。ウサギさん見つけた。ウサギさん。はい、正解です。ありがとうございます。これコースターなんです。こちらは絵はがき、お好きなものを一つずつ選んでください。っていう風にね、こんな感じの、え、結構可愛くない？うん、なんか飾っても可愛いかもしれん。お魚とアカリラがいるって感じのものがもらえるので、皆さんもぜひ探してみてくださ い, ててださい。ということでね、次の、ね、目的地に行きたいと思います。次の目的地はヨーロッパ圏に国といえばヨーロッパ圏。そうなんですね、ヨーロッパ圏に行ってみましょう。ということでね、はい、ヨーロッパ圏にね、着きましたのでね。いや、しかしだからさ、くっそ人が多いっていうね、車止まりすぎてて、駐車が大変だったね。まあ、ルキーといえばね、ソースカツ丼ということでね、ヨーロッパ圏でございます。そう、ヨーロッパ圏、有名なので一度、有名なので一度ね、来ていただけると。そうですね。ヨーロッパ圏に入りましたのでね、今から注文していこうと思います。ちくわーって、ちくわーって、ちくわ頼む？違うわ、はい、頼もっさ。よし、じゃあ行ってから、オープンするよ。オープン、The price プライスでは10100。あらー、でも結構しっかり量があるね。見張りには多いわ。なかったら食べる。最近食欲やばいしないやったね。じゃあ大丈夫。よく寝てよく食べてよく大きくなってくれ。じゃあ、はい、開けまーす。こちらが本場ソースカツ、ね。私はね、セット頼みましたね。こう味噌汁とサラダと。ではいただきまーす。いただきます。あ、食レポ食レポ。やめろって。サラダかい。やっぱサラダから食べるっていうのが一番いいんだよね。キャベツがまず嫌いですね。隠していたら美味しい。それこっち食ってから言え。こっちもいただきます。おー、うまそう。分厚いですね。これメンチカツだね、パリ丼とか。うん、しいあー、美味しそう。ソースとご飯、スタッフと絡まってて、うん、とっても美味しいです。カツがすっごく大きいです。これが普通サイズ。めっちゃご飯食べる私にはいいかもしれない。最高じゃん。いただきます。どうですか？え、めっちゃジューシーやし、食べようとした時に甘辛いソースの匂いも分かるんです。それな。結構外カリッとしてて、うん、中の肉柔らかいっていう、このギャップが結構私は好きかも。絶対カツ丼ソースカツ美味しいと思うんだよ。え、なのにパリ丼食べたことある？ない。食べめて。はい、いただきまーす。あっぱ、あっ、彼女猫舌なので。あ、うまい。なんだろう、なんかすごいじわじわしてる。なんかミンチだと肉汁分。そうやっぱソースがいい。でも熱いからさ、しっかりと味がして、うん、真顔すぎるわ。おむし真顔すぎる。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。じゃあ次は鶴ヶ壁神宮に行きましょう。ういうい、ということでね、行きましょう。